村岡克彦は、日本の映画プロデューサー。長崎県諫早市出身。長崎県諫早市立井森中学校。長崎県立諫早高等学校卒業。福岡大学経済学部経済学科中退。コンサートイベンター、CD プロモーター等を20年余り務め、その間、ゆい、あやかなどのメジャーデビューにも深く関わる。その後、 映画プロデューサーとしての活動をはじめ、2013年、制作した映画、ペコロスの母に会いに行くでは、キネマ旬報ベスト10日本映画第1位、映画芸術ベスト10日本映画第1位、毎日映画コンクール日本映画優秀賞、他国内外の映画賞を数多く受賞。2013年に、最も著しい功績を挙げた映画プロデューサーに、贈られる。 藤本賞の特別賞を受賞。2015年映画、花ちゃんの味噌汁を制作。同年11月映画公開を前に、不慮の事故により経髄損傷を患い、死死麻痺という重い障害に襲われ、再寄付のと思われたが、必死のリハビリの末、1年後奇跡的な回復で退院。2017年、福岡の糸島映画祭公開用映画、糸、主演。 田中美里をクラウドファンディングで制作。復活の足がかりをつかむ。2018年8月ロスアンゼルスで開催されたジャパンフィルムフェスティバルに LA にて2015年公開。花ちゃんの味噌汁が最も茶の間で見てほしい日本映画に贈られるジャパン茶の間ワードを受賞。復活のレッドカーペットに立つ。人生のどん底を味わった自らの闘病をテーマに 同じような障害からの復活を目指す方々への励みとなるべく講演などを各地で行っている。2020年1月30日映画、ナンクルナイサー劇場版が沖縄桜坂劇場にて風切り。2021年より全国学校法人東っぱなし学園評議員、非常勤講師、北の国からベストセレクションインストゥルメンタル、坂本昌治。ありがとうございます。